はい、皆さんこんにちは。パーソナルトレーナーの村上太一です。4月になりましたね。ということで、今日はね、お知らせ動画になります。エクササイズの動画とか商品の紹介とかっていうのは今日はありませんので、もしそっちをご覧になりたい方は、ここにね、再生リストつけといたので、そこから別の動画に行って、ぜひ見てみてください。お知らせの内容というのは、チャンネルの方針について、今日はお話をしていきたいと思います。私のチャンネル、今まで3つありました。はい。こちらと、こちらと、こちら。はい。このメインチャンネルはこちらのチャンネルですね。これは僕パーソナルトレーナーとして、体のこととか、体に良さそうな商品の紹介とか、あとは、役立つ、情報をトークでお届けしたりとかっていう内容に今なっております。これはそのまま、メインチャンネルとしてもちろん継続をしていきます。で、こちらのサブチャンネルと、こちらのゲーム実況チャンネルが実は、あと2つあったんですね。で、3月はね、結構両方とも頻度高く、更新をしておりました。ただ、ちょっと悩んでたのは、こちらのサブチャンネルの位置づけなんですよね。サブチャンネルの動画でもちょっと言ってましたけども、何をやっていいかちょっと悩みながらね、緩めの雑談とかばっかりずーっと出していたんですね。なので、ちょっと本当にこれでいいのかなーなんて、思って、ってはいたので、最初の頃は、iPad の紹介とかね、カメラの紹介とか、ガジェット系の紹介も実はしてたんですけど、なんか悩んできてて、サブチャンネルだからね、あんまりこう、気合を入れて編集するとか、時間をかけるものでもないな、っていうふうには思ってて、どうしようかなと迷ってたのが実は3月でした。ということで、4月からね、方針を変えていきたいと思います。はい。それは、こちらのサブチャンネルと、こちらのゲーム実況チャンネルを、合体して私のセカンドチャンネルっていう形にさせていただきたいと思います。はい、セカンドチャンネルに関しては、今までね、やってきたゲーム実況を中心に、趣味の動画、あとは外出先で撮った写真の紹介、動画の紹介、あと僕鳥好きなので、鳥の写真を撮ったらそういったものの紹介とか、またカメラのね、紹介とか、iPad、そういうガジェット系の紹介とか、僕のね、趣味に関わるものをすべてこっちに集約しようかなと思って、今回はまとめるという形を、取りました。はい。ちょっと今後またどうなってくるかわからないですけれども、今後は、はい、この2チャンネルで、運営をしていきたいと思っています。両方ともなるべくね、毎日出していきたいと思いますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録していただければと思います。こちらの新しいセカンドチャンネルの、ベースになっているのは、ゲーム実況チャンネルです。なのでゲーム実況チャンネルを、チャンネル登録している人はそのまま引き続き登録をしていただければ問題ないです。で、サブチャンネル登録してた人は、ぜひね、他のチャンネルもし登録がまだであれば、ぜひ登録をよろしくお願いします。最後になんですけれども、今までサブチャンネルに出してた動画に関しては、自分の動画なのでダウンロードできるんですね。で、ダウンロードして、こっちのセカンドチャンネルの方に出すようにします。今までね、再生されてた分とかは、ゼロに戻ってしまうんですけれども、せっかく作った動画なんでね、残しておきたいなとは思っているので、何日かかるかわからないんですけれども、こちらの方に順次アップしていきたいなと思っています。まあ、それとは別にね、新しい動画も、セカンドチャンネルには出しますので、セカンドチャンネルね、2本3本になってくることが多いかもしれないんですけど、まあ、新しい動画だけ見ていただければいいかなと思います。はい、ということで、4月はね、この2本で、いきたいと思います。これで定着したら、まあ、ずっとね、こういう形でいきたいなとは思ってますので、何か、意見とか、コメントあれば、ぜひぜひコメント欄に書いていただけると大変嬉しく思います。はい、本日のお知らせは以上となります。これからも、トレーナーとしてのメインチャンネル、それから趣味のセカンドチャンネル、ぜひぜひ村上太一をよろしくお願いします。それから、SNS は Twitter を高頻度で更新しています。動画概要欄にリンクがありますので、そこからぜひフォローよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。今月もよろしくお願いします。